じゃあ始めましょう。一斉のさ、こんにちは、ひまひまです。今回はですね、もうあとちょっとで終わってしまいますが、受験生ひまひまの選ぶ2000円分の無印文房具紹介していこうと思います。ということで、無印良品さんでですね、2000円分私がおすすめの文房具を、まあ、おすすめと言いますか、自分が普通に欲しいものを買ってきたので、今回はそちらね、買ったものを紹介していこうと思います。では早速やっていきましょう。レッツゴー。というわけでですね、早速紹介していきたいんですけど、まずは買ってる様子があるので、そちらをご覧ください。どうぞ。はい、ちょっとママと合流したので無印に行きます。はい、せっかくなんで寄ってきます。じゃあ今日は、まあ、受験生の私が選ぶ2000円分の無印の文房具ということでね、見ていこうと思います。おー、うわー、何これ。てこれ間違って出したでしょ、誰か。あ、そういうこと。絶対奥に置いてないと思うんだけど、うん、これいいわ。どうしよう。あ、コスパスか、コスパスかかな。最近さ、円の授業やって、うん、円を書くときに使うんですよ。はい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 。で、持ってはいるんだけど、うん、今のやつね、お兄ちゃんがもともと使ってたやつだから鉛筆が短すぎて年季入ってるね。鉛筆どれ。うわ、小学校のさ、筆箱みたい。そうだよ。見て、ペンケースじゃなくて筆箱って書いてある。さて、受験生は何を選ぶのでしょうか。はいはい見ていきましょう。はい、どうしよう。計算しながら、うん、計算しながら、今1180。これいいじゃん。何それ。ミニ定規。へえ。でもどこに入れるんだってなるよね。ミニ定規はちょっと濃すぎるな。あー、そっかそっか。うん、これ買おう。というわけで買えました。あとはお家で紹介します。はい、こんな感じです。どうでしたか結構大きい無印だったので、いろんなものがあってね、でも本当に欲しいものだけをこう選んできたので、見ていこうと思います。ではねね、今回の無印の選手はこちらです。眠くなってきた。では1個ずつ出していこうと思います。まず1つ目は、これはマジでおすすめ。じゃん、これはブロックメモです。これ本当におすすめなんですよ。開けてみますね。開けてみます。開封していきます。昔の言い方。じゃん、こちらです。こういう感じなんですけど、すっごい分厚くてね。で、これ何枚入りなんだろうな。500枚入りぐらい。違う、400枚入り。そう、とにかく多いんですよ。で、こんなに分厚くて、でしかもこう一枚一枚ね、ピリピリピリって剥がして、まあ、1枚のメモ用紙として、まあこう書くんですけど、だから付箋みたいにノリがついてるわけでもないんですけど、ただこれ本当に良くて、なんていうんだ、なんか例えば私の場合は、発音どうした。私の場合はオンライン塾をやってるので、そのオンライン塾で先生にわからないところを写真をね、撮って送るんですよ。で、数学とかの場合ってそういうの解説をね、たくさんしてくれるから、その解説をこれにメモして、で、これをそのわからなかった問題のすぐ下に貼っておくっていうのが私のルーティンなんですけど、そうすることでマジでまた次解き直す時も忘れてないし、しかもこの大きさがね、マジでちょうどいいの、こんぐらいだから、本当におすすめです。次、じゃん、こちら。これはね、ちょっとまあ本当にまんまなんですけど、無印良品さんの、そりゃそうか、滑らかシャープ芯 HB の 0.5 ミリです。40本入りですね。私本当に芯がすぐなくなっちゃうの。だから常に家に補充しておかないと不安になっちゃうんですよね。そう、だからちょっと新しいのを補充用に買いました。いろんな濃さがある中でも、HB っていう濃さの 0.5 ミリがもう一番好き。てか、これがね、使ってる人口一番多いと思います。次はボールペン類。じゃん、こちら。
これが 0.5 ミリのノック式のピンクのボールペンと、0.75、さらに太い太さの、これ紺かな？ブルーブラックっていう色の 0.7 ミリの、ボールペンですね。で、なんでこれを買ったかというと、まずこっちは、なんか安くなってたの、すごく。で、なんでこんな安いんだろうと思って買いました。で、あと、で最近っていうか今日からなんですけど、一個の洋楽を自分で翻訳して、Santa tell me if you're really there みたいな、そういう感じでなんかまあ、覚えるっていうことをしてるんです。で、そのためにノートにこう歌詞を、英文で歌詞を書くんだけど、その下に日本の翻訳文を書くんですよ。でも、日本語の翻訳文、黒で書いたらなんか嫌だなと思って、0.7 ミリのブルーブラックの方は翻訳の日本語を書いて、で、このピンクの方は、例えば大事だった、そのポイントポイントとか分からなかった単語にこう線を引いて、後で調べるようにしようと思って、この2色でそのノートを作っていこうかなと思って、この2色を買いました。次はこちら。じゃん！これもめっちゃお気に入りの、新生サインペンのアンズ色っていうカラーなんですけど、これもすごい落ち着いたカラーでね。ねえ、最悪ひまひまのサイン書けなくなった。合ってんのかなこれで。分からんけど、こういう感じの色でとってもね、いい色なんですけど、これもそのさっきのね、英文書くもので、分からなかったところに線をアンダーライン引くように買いました。次はじゃん、こちらです。これはマスキングテープの白です。これはいろんな用途に使う人も多いと思うんだけど、私はこれ筆箱に入れて、例えばなんだけどね、修正テープじゃ隠しきれないところとかがあると思うんですけど、そういう時にこのマスキングテープの白があれば、上から貼ってさらにその上から修正することができるので、まあ修正テープよりも早くというか楽ちんにその修正できるので買いました。で、あと普通にこのプリントをノリで貼るのがあんまりなんか、だからテープで貼りたいなって思ってたので、そこのマスキングテープを買いました。次、じゃん、こちら。こちらは収納付きクリップボードですね。なんかさ、授業でさ、結構移動の授業とかあるじゃないですか。例えばなんだけど、保健体育の授業で、保健の時に、その体育館でやったりとか。体育館って机とかないじゃないですか。じゃあ何に書くのってなった時に、やっぱファイルとかを下に置くんですけど、こういうのが欲しいなって思ってたので買いました。あとですね、なんとこれ収納が横についていて、じゃーん、こんな感じ収納もできちゃうんです。なので、まあ収納もできるし、何を収納するかまだ決めてなくて、まあいいな、使えるなって思ったので買いました。これがちょっと高かった、850円。こんな感じです。こうやって挟んでね、メモとかできるのでおすすめです。次はこちら。じゃん、これはマジで必需品、コンパスです。コンパス、待って、これはちょっと予想外な出来事だ。あ、なんでもない、予想外でもなんでもなかった。こうか、はい、コンパスです。ピント合ってますか。こういう感じなんですけど、私最初このカバーがついてないかと思ったら、危なと思ったらカバーちゃんとついてましたね。で、まあ本当に普通のコンパス、何の変哲、変形もない、変、何の変てこ、何の変、濃い、とても濃いこの鉛筆。へえ、すごい濃いんですけど、まあ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 いいでしょう。最近ね、私コンパスが大事な今授業があるんです。円っていう、そのまあ節弦定理だとか、まあいろんなことをやってるんですけど、そういう時にこのコンパスで円をね、ノートに書くっていう時があって、なんかキャップがついてなくて、ケースに入ってるから入りきらないわけですよ、筆箱に。だし、お兄ちゃん、もともとお兄ちゃんが使ってたやつだから、鉛筆がおこんなんなの。だからちょっと新しいの買おうかなと思ってこれを買いました。多分今の中3生の方みんなあるあるだと思います。で、最後はこちら、じゃじゃん、あ、ゴミがついてきちゃった。じゃん、こちら。こちらはポリカーネートシャープペンですね。これ 0.5 ミリですね。これは80円なんですけど、本当は400円の方が欲しかったんだけど、ちょっと2000円超えちゃうので今回は諦めたんですけど、まあ書き心地もいい感じで、とにかく軽いので書きやすいっていう感じですね。最近私ペン回し練習してるんですけど、全然できません。で、今の私の率直な思いを最後に書きたいと思います。はい、できました。じゃん、チャンネル登録絶対してね、待ってますです。もう絶対チャンネル登録お願いします。はい、お願いします。60万人目指してるのでお願いします。
はい、というわけでこれで以上です。以上だよね、本当に以上ですね。ということで今回はこんな感じ以上なんですけど、今回は私の中学3年生受験生の私のおすすめ文房具でした。結構無印の文房具が極めている自信があるのでね、今回はたくさんおすすめも紹介させてもらいました。ただまだ使ったことがないものばかりなので、今度から使ってまたレビューしていきたいと思います。では次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。無印は楽しいですね。さっきまでサッカー見てたのでピザ食べながら4枚食べました。ピザやばー。